るみたいになってる全然違います <laughs> こんばんはごめんねちょっとめっちゃ急遽めっちゃ急遽なんかなんかちょっと配信したい気分になったので多分15分くらいしかしないけど <laughs> すごいそういう気分なので配信したいと思いますやっほー 学校終わりましたお疲れ浜です学校帰りになんかヒョロヒョロしてたらそしたらまたマリクワのガチャガチャがあってちょっとねもう一回やったらまだまた出ませんでした次白のやつ <laughs> これね,ねなんかえめぐりの あのキーホルダーがあるんですけどちょっとねまたダメだったまた次白でもね3回中3色全部違うからま,まだ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 回す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 まだ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 ましこれのほかにえっと何色があるんだっけなピンクと紫も持っててマジで巡り出ない <laughs> ちょそろそろ出したいはい。 悔しかったです300円まあまあ300円ならまあ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 ,まあ100歩譲っていいとしましょう <laughs> まあごめんねちょっとしかしないんだけど本当にちょっとしかしないんだけどマジでしたい気分になったので何にしよっかなえっとうん こちらにも書いた通りおしゃべり会の、えっと、9月18日のオフラインおしゃべり会 h y 長岡の第3部私完売目指してるって言ったんですけどそちら完売になりましたありがとうございますちょっとねすぐさまお礼をしたくて配信しましたありがとうございます <laughs> 嬉しい本当にありがとね こんにちはあそうありがとうみんなそう新潟やばいんですよなんか暴風警報とかなんか土砂土砂警報とかなんかすごいいろいろ警報があるんですけどまあなんとか生きてます今はなんかき霧吹きみたいななんか霧じゃねえかってくらいの雨なんですよでもたまにザーザー降るしみたいなほんとによくわかんない天気です今日は <laughs> 誰かなんか霧吹きしてるみたいなくらいすごい雨がパワーワーってなってたさっき場所によっては本当にねもう多分下校になるくらいやばかったと思うんですけど私は無事ですありがとうございますそう制服の部が完売っていうことでみんなに制服姿をねたくさん見てもらえると思うと嬉しいですありがとう ってことはあれかなあの落選した方もいらっしゃるってことですかもしかしてもしかして <laughs> ありがとうにねすごいよね全国的にすごいのかと思ったらねたまたま本当に新潟あたりがねわっとあったね雨がねば燕市も土砂降りうんわかる土砂降り 私はあのー劇場に傘を置いてあの忘れてきたので日傘で <laughs> 今日学校行ってきました <laughs> <laughs> マジでおかしい人だよねマジでおかしい人日傘で行ってきたからねけどその日傘も本当になんかなんだろう ちゃんとガードしてくれるかわからない日傘なので、まあ実質傘なんですよね。ただの傘です。で、大阪テカテカで三十四度。おおおおおお。暑いね。猛暑だ猛暑。水弾く。弾いてんじゃない。なん全然いいじないや。意外とね、ルアが外いた時間土砂降りじゃなかったので、大丈夫でした。 これ今日はお休みだったんで雨降ってたので降ってるなんかフランボワーズさんに行ってきますおーいいです、ね、私も食べたいえすごい食べたいちょっとね夏休み中とかに行きたいんですよねぜひぜひ行ったらよろしくお願いしますこんにちはやっ <laughs> は 本当におしゃべり会うれしり <laughs> だからねもし落選したよって方は2分もね2部も別バージョンの制服するので <laughs> 別バージョンの制服するので是非2部もお待ちしてますし一部はパジャマもう本当に一部は朝早すぎだろうっていうことで朝にねパジャマをするので違う一部にパジャマをするので。 カジュマ姿のらも見に来てください。<laughs> あとは九月十四のハイブ長岡でのおしゃべり会も引き続きお待ちしてます。着替える時間ある？あります。多分ギリ。ギリハッピー。こんにちは。ね本当にみんなと。 みんなと喋るの楽しみにしてるよ。とね次なんか次の完売目標の部どれにしようかなって考えててそうすごいなんかこの完売がすごい嬉しいし今までこんなにこんなにすぐに完売したこと本当になくて。 本当になないんですよなんか完売してもあのそうなんかみ皆さんで協力していただいての完売があの多分なかったのではいだからすごい全体的に協力してくださって早,早いうちに完売したことがすごく嬉しいです。 本当にねわがままを聞いてくれてありがとうございますこんにちは長岡さん部当選したありがとう9月のフラの悩み中お <laughs> あ今月日向祭りのあそうですね放送日です27かな7月27日は日向祭りさん お邪魔させていただいてるので <laughs>、ぜひそちらも後日宣伝させていただきます。かゆ、こんにちは。トイピッピ次どうしようかな。なんかね、すごい一部完売しただけですごい嬉しいけど、ね。 オンラインで完売って難しいよね今の私は <laughs> どうなんだろうどうなんだろうな落選も欲しいあ落選したの落選したのねえー、えなんか結構落選した人多いじゃあ本当に残りわずかって本当にちょっとあったのかなもうめっちゃあと2枚みたいな <laughs> そんんななことあるどううだろうねでもそうだよね残りわずかになってから追加してくださった方にしか分からないよねどのくらい余っていたのかみたいなちょっと是非教えてください私に本当にありがとうございますオンラインはでもオンラインのおすすめはルアニャンなのでオンラインも3部がおすすめですこちら販売しましたありがとうございます これもおすすすめですルアニア猫になるので語尾がニャンになるかもしれません。<laughs> であとはもう一個ねそうですね続けてオンラインがあってこちらはまあうーん浴衣がおすすめかな浴衣は普段着ないので <laughs> 浴衣がおすすめです。 ロックなのどっちも同じなんですけども髪型は変えるつもりなのでそう全部髪型は変えようかなって思ってて思ますちょ時間がちょっと厳しいかもしれないけどそうオフラインが結構ねちょっと緊張してるんですけど <laughs> 着替えて髪型も変えていけるかなっていうちょっと心配はあるんだけどね。けどまあ大丈夫でしょう。 で9月14日がオフラインですこちらはオフラインはあのー、一部しか浴衣しないので浴衣がおすすめです。浴衣祭り落選しちゃったとかあんまり浴衣の席よくなくてあんまり近くで見れなかったとかそういう方はまあ違う種類の浴衣ではありますが見に来てください。あととはえっと アルビレックス新潟を応援しているのでサッカー好きの方とかいらっしゃったら7部この,あのユニフォーム姿でお待ちしてますので <laughs> 一緒に語りましょうあとはコスプレをしますイェーイこんにちは私の1個下あ本当ですか高二です高二 <laughs> 片目取り最高でした。推しのすわし初めて見た気がする <laughs>。確かにすわしってあんまり見せないかもね。はい、すわしはすわしでした。すわしでしたね。柱ギリギリ見えたあ。本当にギリギリ？よかった。そう、モニターがねなかったからね。二十五分の十二だった。お、ありがとうございます。十二以上あったんですね。ありがとうございます。 そう、なんか聞いた話によると、全楽だ、全、全楽だってますか。楽、そうだよね、楽。あ,ともういありがとうね。来れるといいな。うん。喋りたい。素足やめて。<laughs> ルアシの素足みたいな。<laughs> ちょっとやかましいな。<laughs> こんにちは。 そう、にこしお。本当に。にこしたですか。十七歳です。<laughs> お疲れ様です。お疲れ様。浴衣祭り、行けなかったけど、来年あれば行きます。お。ありがとう。ね、本当に急、きゅう、浴衣祭りやったよね、私も。 なんか急遽ここの日にやりますみたいなもう決定しましたみたいなやりますってきて「えやあたまたまスケジュール空いてた」みたいな感じでした「<laughs> び,びつくり」残りわずかまでもう少し残りわずかまでもう少しはさすがにはいまあ聞けばある,あると思うんだけど、ね、そんな聞いてる人いないし。 こんにちはおいよいしょマジで今日傘必須だった本当に傘必須よいしょ 今日も英語でさ。なんか暗証テストみたいなのがあってさ。すっごい長い文をね。暗記して。はい読みました。もうそのその英語の時間の前の授業がちょっと違うまあ。それも座学だったので。もう！ね、<laughs> 全然その授業を聞か,聞かずに英語を勉強して <laughs>。 どんな文会話文,です会話文「です会話 What's Up」とか言って「<laughs> What's Up」とかあと何だろう何言,何言ったっけあと「Why not?」とか <laughs> なんかちょっと文章覚え今満喫してるんだけどちょっと文章言うと教科書バレちゃいそうだからちょっとここら辺にしてきますまあそういうやつを言いました。<laughs> マジで長かったうんまあ、ね、WhatsApp とかは本当にか余裕なんですけどいや短い短いよねもっと長いよなんか標準的な <laughs> 英語を述べました「クール」cool、とかやった「クール」「I'm in」とかあんまりに写真ありがとうございます こんばんばはーなんか思ったよりさなんか5時にあんまり配信してなかったからさちょっと久々の感覚です意外とみんな来てくれるありがとう <laughs> めっちゃみんな来てくれるんじゃんありがとうございますちょっと待ってねほっぺほっぺほい関東めっちゃ天気いいねそう さっきさ関東行くわけじゃないのに関東の天気調べたらさなんかめっちゃ晴れでさ「はにゃん?」ってなった <laughs> うれちゃん大人っぽいメイク素敵ありがとう全然メイクしてないけどありがとうね今月遠征で忙しいからベル氏の生誕さえがかぶらないことを願ってますうん大丈夫今月ないよ今月はないです 言っていいよねこういうのは <laughs> だからみんなちょっともう少々お待ちください私もいつあるか分かんないけど今月はないです推しメンの傘があったらいいかも <laughs> 今日友達が傘盗まれててさそうなんか学校なんだけど学校でなんだけどねよし帰ろうって言って傘置き場見たらなかったらしい教室そう そういうこともあるからやっぱり私もさ傘に名前書かない派なんだけどさ <laughs> 傘書かない派だけど名前ちゃんと書こうって思った5の3部抽選もらえたあっ本当にじゃあ違う部待ってます <laughs> ネモハも踊ったことありますか踊ったことはないけどでもなんか大体は踊れますよもうしっかり踊ったことはない <laughs> サビくらいかな2番のやつやりたいんですよねゆきりんさんだゆきりんさんセンターの「僕が知ってる君は一発で」私あのダンスの YouTube 動画多分あれ100回くらいは見てます <laughs> 好きすぎてママも好きすぎてずっと見てたあのダンスの先生なんですかねダンスの先生かスタッフさんかわかんないんですけどなんか「あげろ!」って言ってるのがすごい良かったそうルーマーは足あげるやつなのでね待って今日から待って今日からあれ,あれアイスですかもしかして <laughs> あって今日からアイス祭りみたいのある、ストローベリービー、ストローベリーミーこれ、ストローベリーミー4位ありがとうございます。なんか全部4位じゃ今。<laughs> あって今日からなんですねこのイベント、なんかキャンペーンがあるらしくて、なんかなんだっけ、なんか3個、3個あるらしいあバラ。 バニラーニャとチョコミンコとあとストローベリーミン <laughs> 味よく分かんないけどちょっと名前かわいいよねそうなんか今回はなんかアイス女王とかじゃなくてなんか3個女王になれるらしい3人3人っていうかまあ複数1人が複数の女王になれるんだけど3は変わるらしくてそうあのー ミントやミント見ましたかめっちゃ可愛かったよえやばかったの私ねでもチョコミント好きじゃないんだけど <laughs> チョコミント好きじゃないんだけどでもあのルームの色がめっちゃ可愛くて <laughs> ねえチョコミント味は味は知らないけどさでもあ 色がめっちゃ可愛いからさ、ね、女王なれたら多分幸せだよね <laughs> ずっとルームへ巡りみたいな、ね、色だけ好きはいでまあキャンペーンのためならちょっとやってみようかなアイスなんかチョコミントアイスとかあんじゃん あれれななならまだだ食べれそうかなどうなんだろうかどんろでも歯磨き粉って聞くからさなんかあんまりいい印象しないんだよね <laughs>、うん、歯磨き粉って聞くんだもんだってチョコミントの味どんななん <laughs> どんな味なんですか会社から帰宅しましたおお疲れ様です。 あのさ今回もなんか無料のさ無料ショーゴールドみたいなあるんですかでチョコミントみたいなアイスのやつあんのかな投げれるのそれってどうなんだろう もしその無料のやつがあったらぜひチョコミントお願いしますじゃあ <laughs> 無料のやつね無料のやつもしあったらチョコミントお願いします <laughs> 無料だけだよパルム好きあパルムね最近食べてないわでも美味しいよねあの濃厚な感じが遠征用にハンディファン買ったけどルアシの好きな絵巡りにしましたありがとうルアも ファンディファン持ってるちっちゃいやつだけどいいよねみゆみゆさんチョコミント好きうんなんか結構思ったより私の周りにチョコミント好きな人が多いからねなんでだろうと思って無料チョコミンイスあるあよかったじゃあもし残ってたらチョコミントお願いします <laughs> もしよかったらでも服黄色だけどちょっと 絵巡り,りだと思ってください <laughs> そう黄色の服珍しいねなんか私からしたらなんか体育祭終わった JK みたいに見えるんだけど全然体育祭じゃないですきら星500個500個投げると無料アイスもらえますなるほど500個なるほどねありがとうすごい皆さんにお手数お書きするけどもしなんか ちょ,っとちょっと手空いてるよっていう人いたら <laughs> ぜひもうちょっとだけ配信するのででももうちょっとしたら終わりますそうするとやるべきことがたくさんあるんですよねインスタ更新したいしチャットも5時過ぎたから送りたいしちょっとメールもね送りたいしみたいな結構すごい、まあ、配信やめても SNS は投稿するので。 ルアのこと忘れないでくださいね <laughs> あと昨日 TikTok も投稿したのでぜひ見てくださいお願いします何やったんだっけああ私を彼女にしたいならってやったからそうオオカミくんオオカミちゃんアベマのねやつです 恋愛リアリティショーなんですけど、フォロワーさんが三千三百八十八人ってあるいい、ある意味語呂がいい数字確かに。ササパパササパパですササパパ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 パチパチパチ。あいさんありがとうございます。 忙しいちょっと更新したいのもあるしあとねちょっとするべきことがたくさんあるんですよねほんとにちょっと学校系でもちょっと終わらせないといけないやつがたくさんあって本当は今日図書館行ってこようと思ったんだけどちょっと雨で行く気なくしましただからこの時間帯から配信してますこんにちは なんかインスタでしてみたいことたくさんあるんですけどなんかまだ投稿したいそれより先に投稿したいものとかがたくさんあるのでなんかそこら辺が落ち着いたか落ち着いてからちょっといろいろ質問コーナーとかしたいなと思ってるのでとりあえずはねちょっと思いますあ,あとインスタのフォロワー様が1,000人を超えましたありがとうございます本当に待ってあれあれ貼りたいこれだこれ。 これらんのせいでさよいしょはめすぎ <laughs> はいえっ、ー、と2日前かな2日前ちょっちょっ、まあ、2日半前か <laughs> 2日と半日前に本当につい先ほどにインスタグラムを開設させていただきました本当に初心者なんですけどはいアイドルとしては初心者なんですけどはい アンダーバールア57アンダーバーです。ちょっと大きすぎて見にくかったらごめんなさい。ちょっとそしたら聞いてください。<laughs> こちらのちょっと短めな id なんですけど。ちょっとインスタ解説させていただいたので、フォロワー1000人を超えました。そしてありがとうございます。いや、なんか文章おかしいぞ。喋る文章おかしいぞ。えー、っと是非フォローお願いします。ってなった後1000人もありがとうございます。 嬉しい次に1000人目指して頑張りますねみんなもしまだフォローしていない方いたらぜひフォローお願いしますなんか配信では結構はっちゃらけてるんですけどでもあのインスタではちゃんとアイドルらしいアイドルを演じようと思ってる演じようと思ってるのでなんか可愛いルアシ見たいよっていう方にはおすすめです 昨日もね、チャットとメールにちょっとね、なんかお、おっていう写真と動画を送ったんですけど、まあインスタはそういうことは多分ないので、しばらくはないと思うので、ああかわいいアイドル見たいよって、かわいい系のアイドル見たいよっていう方は、まあ、まだ、まだ王道やってると思うので、今の、今のインスタは。<laughs> ぜひあとコメントも嬉しいのでコメントもしよかったらしてくださいねインスタでまず変顔というのは存在しないのではいねダメだ,だ。そうコメントとかに「あ変顔するアイドルだ!」って書いちゃダメですよオードアイドルなんでインスタでは <laughs> インスタではオードアイドルなんで 今までは嘘アイドルやね <laughs> どういうこと <laughs> 15日昼公演友達と連番で申し込んだありがとう当たるかな多分当たるか <laughs> ラッシュのインスタもれてるえ嬉しいそうもれてる写真をね厳選して選んでるから厳選して選んでるって二重だね厳選してるから ありがとうチョコミント <laughs> チョコミントえー、今度じゃあチョコミントアイス食べてみようの挑戦配信でもしてみよっかなチョコミント食べてみた配信ちょっと厳しそうけどベ <laughs> ルちゃんやったねねやったーに1,000人ありがとう。 そうなんか多分夜中に1,000人行ったんだろうねルアも途中までなんかねあと10人くらいまでの時は起きてたんですよけどなんか待ちきれなくて寝ちゃったんですよね寝落ちしちゃったのだから1,000人を間近でリアルタイムでねお祝いできなかったんだけど朝起きてこう見たら「お1,000人超えてる!」みたいな <laughs> ありがとうございますすごい幸せな気持ちになりました <laughs> でも朝時間なくて30分で準備したよで起きたら雨だったから「なぬ!」と思ってでも髪型ヘアアレンジする気にはならなかったので「もういいや結んじゃえ!」と思って縛りましたで前髪もうまくなうまくできなかったので「よし!」と思ってこうちょっと分けて。 行ってきますって感じでした今日は <laughs>、はい。まあいつこれがいつもなんですけどね <laughs>。決して珍しくはない私のルーティーン。こんにちはインスタフォローしたありがとうインスタフォローお願いします。なんかマザルワウをよく分かっていない人だ人こそぜひなんかチェックお願いしたいです。 はい、ちょっと配信ではねなんかいろんな話題をしてる時があるのでどんな子かあんまりわからないかもしれないんですけどまあインスタはあちょっと可愛くやってるつもりなので <laughs>、まあ、顔,顔が可愛いか可愛くないかは別でちょっと可愛いい雰囲気でやってるつもりなので是非見てください <laughs> あといいねした方とかも結構チェックするようにしてるのでフォローした方も。 はいチェックするようにしてるのでくし折れてない折れてないよ大丈夫ありがとう <laughs> あそうだともう一個もう一個言わないといけないんだったあとこのおしゃべり会がねあのー 8月18日の3部完売したんですけどありがたいことにだけどあの次ガッタファンの1周年記念おしゃべり会が始まりましてわ <laughs> なんかみんなに宣伝してばっかり申し訳ないすごい「サマーワックとか「おしゃべり会」とか「あインスタフォローお願いします」か「お願いします」しか言って。 ななくてごめんなんだけどでも1周年ということですごいガッタファンのねあのガッタファンにはすごいお世話になっているのではいもしガッタファン会員だよっていう方は30秒にゃーにゃーっていう感じで30秒お話しできるのでまあもしねあのおしゃべり会都合が合わないよとかいう方だったりとかそうですね おしゃべり会が始まる前にガッタファンのおしゃべり会なのでそう確かに8月がね一番最初だからなんかフライングで話したいよっていう方だったりとかあ7月私誕生日じゃないのでな,なんだろうねうーんまあガッタファンのあの私の5月のおしゃべり会 ガタファンの5月生誕おしゃべり会でしたっけあれ申し込んだけど外れちゃったよっていう方だったりとかもしいらっしゃったらぜひ来てくださいお待ちしてますね事前の練習にもなる確かに私は2部3部です2部2部制です私は2部制で2部3部ですあ7月誕生日お お祝いいささせてください確かにお誕生日好きの方もぜひお待ちしてます盛大に祝いますね <laughs> でもねそのコーデを何にしようか迷っててどうしよっか、ね、なんかいろいろコーデ考えすぎてなんかまだこの10枚目のおしゃべり会の <laughs> 服装も決まってない部あるのにちょっとガッタファンのやつも決めないといけないっていう状態でして <laughs> どうしようかなって思ってる、うん、何がいいかな何がいいんな なんか見たいやつありますか何がいいんだろうね乾杯おめでとうありがとうございますまあ夏だからちょっとまあ夏らしい服装とかでいいのかなうん参加するぶって100%さんの決めそうですね 私も昨日知した。もう2分3分だ。また、またお昼前だと思って。<laughs> ごめんね。早起き苦手な人とかなんか、午後から空いてるよっていう方に申し訳ないんですけど、また私も朝からちょっと目をこすりながら頑張るので、喋り会え来てください。<laughs> 逆に、そう、なんか、逆にこっちの方がすごいよっていう方がいらっしゃったら嬉しいけど。 ね、もしその逆にお昼後の方が都合いいのにっていう人ももしかしたらいらっしゃると思うのでねそれはごめんねマジでマリックはかわいい大好きマリークワントって書いてあるでも本当とはえめぐり出さないんだよね サングラシに麦る帽子 <laughs> 夏だねーいいですね確かにそれもありあ待ってまたバナー来たまたバナー来たストロベリーミー4位バニラーニャ5位待 <laughs> ってちょっと面白いんだけどチョコミンコ5位ありがとうございます えあじゃあ私ストローベリー味が今一番高いってこと何これアイス20242000ポイントみたいな <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> やばいねこのキャンペーンちょっと面白いかもしれないなんか名前が面白いもん そうが決まらないどうしようどうしようねチョコミント挑戦企画やる <laughs> チョコミントイソベルアが食べれるか企画ってこと<ー> <laughs> まあまあまあ配信でやるなら全然やりますけどね やろうかなアイスならやるアイスならやりまじゃスーパーカップのチョコミント味でも買ってこようかな今度すごい顔してたらごめんなさい <laughs> すごい顔してたらごめんなさい今週国立競技場行ってくるから勝ち点新潟に持って帰ってくるよありがとう持って帰ってきてお土産に勝ち点を持って帰ってきてくださいバニラーニャン やん。<laughs> チョコミントと歯磨き粉の味比べ。なんでさ、<laughs> 歯磨き粉も食べることになってる。<laughs> そう、完売出たんです。ありがとうございます。そう、黄色ティン珍しいよね。なんかちょっと目が痛いかもしれないんですけど、ピンクに黄色みたいな。ごめんなさい。<laughs> そう完売でたありがとうございますありがとうそうちょっとでも挑戦してみようかな今回じゃ無料のチョコミントのやつあったらぜひ投げてくださいお願いします <laughs> 手焼いてる方でもしいらっしゃったらお願いします私がチョコミント挑戦今度するので <laughs> 今度するので、ね、いや、お約束します。チョコミント、まあ、アイスならいけると思う。ポッピングシャワーいければいけるんじゃない。ポッピングシャワーってさ、チョコミントじゃなくない? <laughs>。うるちゃん、乾杯おめでとう、ありがとう。いやいや、チョコミント食った後に歯磨き粉する。<laughs> 歯磨き粉食べんのかと思った <laughs>。無理無理と思ってたけど。なるほどね。 なるほど。こんにちは。いつ終わろうかなやばい四十分も経ってる。そうアイスイベントなんかそうキャンペーンやってるらしくて、なんかそんなねおしゃべり会も今すごいあの。 宣伝させていただいてるのでなんかそう,そうお願いをばっかりは申し訳ないのであの本当に無料のショールームゴールドがありましたら私チョコミントの色が好きなので絵巡りなので <laughs> 単に絵巡りが好きなのでちょっともしございましたらございましたらね <laughs> ぜひお願いします <laughs> そうね とね、まあ、そのチョコミンコ、チョコミンコだっけチョコミンコ女王になって、絵巡りの背景になるのをちょっと憧れるけど、でも多分、多分ね、1位の壁は高い、今まで。今まで私が遠くから見てきたけど、こういうキャンペーン系は。遠くから見てきたけど、多分、厳しい、1位は。 いくら枠あるとはいえそういけるかなね多分厳しいのでなのででも私はストロベなんだっけストロベリーミだっけなんだっけ <laughs> 何でもいいかもな何でもいいよねもうストロベリーミーとあとなんだっけバニラーニャだっけ <laughs> バニラ バニラーニャもいいんですけど、でも私はチョコミントの色が好きなので、ちょチョコミント以外はちょっとね。はい、チョコミントをじゃあ目指します <laughs>。無料のショールームゴールドありましたら、ぜひお願いします。本当に無料ののみで本当に、ね。バニラーニャって何?。バニラーニャンじゃないんだね。 バニーラにアーニャみたいになってる。とでその代わりにその代わりになってないと思うんですけどそれにそのチョコミントに向けて私も今までチョコミントをずっと避けていたんですけどチョコミントを食べてみたいと思います。 もう宣言配信上でちょ今度チョコミントチャレンジするので <laughs> ち,ょちょっとイソベルアの挑戦を見届けてください配信で <laughs> あチョコミントありがとうございます <laughs> でもさ見た目はおいしそうなんだよねほら,らチョコあるんじゃん チョコにえめぐりでめっちゃ可愛くないもんね、最高に可愛い色なんだけど、でもちょっと味がね、手手品にやってない手品にやって何全然わかんない。手品ってことですかねおしゃべり会、次のおすすめの部はありますか次は9月14日のまたまたハイブ長岡のフランおしゃべり会の浴衣の部です。6部かなだから。浴衣姿みんなに見に来てもらいたいから、6部完売目指します。 みんな来てねー次6部でもまあそんな夜遅くないし来やすいんじゃないかなとは思ってるんですけどどうだろうかどうだろうかズンチャズンチャジェネギアあほんとにやばい手品にゃ知らないのはもしかしてジェネギアですか こんにちはもしかしてジェネギャ <laughs> こんにちはじゃあそろそろ終わろうかな また夜にするのではい本当に私は今あの配信したくて急に配信始めたので <laughs> いや本当はねなんか弟が帰ってくるまで配信しようかなと思ったんですけど配信をはじめに2回でも行くかって思った瞬間にガチャッとかやって帰ってきたので <laughs> 帰ってきた <laughs> そう普通に今気分で配信したくなったのであの全然これで終わりじゃないです。 また配信します。はい。今来たばっかり。ごめんねー。S 代わりどうだろうね。ちょっとわかんない。本当にまた、またまた気分で配信しますので、また待ってます。<laughs> ごめんね、うん。急にびっくりしたよね、通知来て。珍しいってなったでしょ。自分でも珍しいなと思った。けど、5時。 5時代って結構みんなお仕事してるのかなと思ったら意外とみんな来てくれてるありがとねじゃあまたお会いしましょうってことで最後にもう一個宣伝宣伝もう一回宣伝インスタのフォローよろしくお願いします私が誰か知らない人でもとりあえずとりあえず見てってほしいですアンダーバー R. U. A. 五七アンダーバーでお願いします。えっと名前はイソベルはカッコひらがなでイソベルはです。はい、ちょっと難しい感じなんですけど、でも。イソベルはって書いてあるので、多分わかりやすいかなと思います。アイコンは。あの黒いベレー帽かぶってて、黒い服着てて。で背景がチューリップ畑みたいな。背景です。<laughs> 多分本当に分かりやすいと思う。磯部っていう名字がまず珍しいから多分見つけやすいと思います。ぜひフォローお願いします。インスターフォロワー三0 0 0人もありがとうございます。待ってますね、はい。あとね、このショールームしててフォローしてくださった方もありがとうございます。もう少しもう少しでフォロワー3400人いくのかな楽しみだね。ありがとうみんな。 れをさせてくださいいきますよ13位キム氏ありがとうございます12位カナリー氏ありがとうございます11位五郎氏ありがとうございます10位ハヤト氏ありがとうございますえー、っと9位古川氏ありがとうございます8位ただの DD C ありがとうございます7位ふわふわ氏ありがとうございます6位春る507ありがとうございます5位えー、え山えっ何ていうんだろうさ 坂田立ってますかね坂田銀次銀次岳氏ありがとうございますすいません間違ってたらすいません言ってくださいありがとうございます四位愛子寿司ありがとうございます三位余地君氏ありがとうございます二位接点川氏ありがとうございますそして一位はちゃか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 ポイン舞岸ですありがとうございますありがとう舞岸じゃあもしだったらあれかなカクたファン アンダーバーつけなかったたあますか嬉ってい都合がもうめめ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 め と、急遽配信でだったんですけど、来てくださり、ありがとうございました。多分、夜は、まあ、この服じゃなくなってると思います。ちょっと、今、適当に来たので <laughs>。本当に、適当に。りこちさん、チョコミント、あら。あら。<laughs> なるほど。チョコミント、好きなんですね。なるほどね。ちょっと、考えておきます。じゃあ。 それでは、ありがとうございます。夜も来てください。フォローもお願いします。ぜひ、ショールームのフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。またねーバイバーイ。ありがとう。